マイケル・メイスはデンマーク白セ出身の卓球選手。2009年9月に行われたヨーロッパ選手権で優勝し世界ランキングトップ10入りを果たした。世界選手権には1997年のマンチェスター大会、1999年のアイントホーフェン大会、2000年のクアラルンプール大会、2001年の大阪大会、 2003年のパリ大会、2004年のドーハ大会、2005年の上海大会、2006年のブレーメン大会、2007年のザグレブ大会、2008年の公衆大会と連続出場を果たしている。2004年2月にフランクフルトで行われたヨーロッパトップ12で優勝し、頭角を表す。その後、2004年のアテネオリンピックの 男子ダブルスではツグワイルとのペアで銅メダルを獲得。2005年に中国の上海で開催された世界選手権では巧みなロビングテクニックを織り混ぜたオールラウンドなプレーでアテネオリンピック銀メダリストの大脇ら当時中国の秘密兵器的存在であった格卒ら中国人選手を破りベスト4に入った。特に準々決勝の格卒戦は0から3と リードされ3度のマッチポイントをしのいだ末に4から3で勝利するという卓球史に残る大激戦であった。2009年ヨーロッパ選手権では従来のロビング主体のスタイルをやめ、ドライブなどで積極的に攻撃するスタイルで元世界ランク1位のティモボルと元世界チャンピオンのベルナーシュラガーを下し優勝した。性格が切れやすいという端緒を持ち、 イエローカードを試合中にもらうことは珍しくない。2010年1月右足を12針縫う大怪我をした。2016年3月15日に自身のフェイスブックで引退を発表した。2017年に現役復帰し、デンマークのクラブチーム、ロスキレでプレイしている。また、T2 リーグでは監督も務める。2018年2月、インスタグラムで正式に 現役復帰を発表。鋭く切れたサービスに加え、前、中、後陣のどこでもプレーできる、オールラウンドなプレーが持ち味で、テニス選手に近いようなプレースタイルである。抜群の回転量を誇るフォアハンドでのループドライブ、巧みなロビングやフィッシュ等々を駆使した、守備のうまさで知られている。ロビングは本来、守備的技術でしかないものの、 メイスのそれは極限にまで鍛え上げられており、それ自体が一つの武器となっている。そのロビングテクニックは、回転量、変化、高さ、深さ、安定感と、どれをとっても、世界屈指といっても、過言ではない。また、ロビング以外にも、後陣での打球点を落としてチキータ気味に打球する、バックハンドのフィッシュも得意で、相手が、フォアハンドで打ち抜けないほどの回転量、変化用、 威力を誇り、相手のブロックミスを誘ってからの強烈なバックハンドスマッシュで決めることが多い。ありがとうございます。